では、井上です。今日はカメラを持ち歩くのに便利なものをご紹介しようかと思います。ピークデザインのキャプチャーとクラッチというものでなんですけども、こんな感じで私は大体2台カメラを持ち歩いてます。別に2台持ち歩かなくてもいいんですけども、1台でもこれをつけると非常に便利です。何しろこの両手が空きますし、重さを感じないんですよね。これがストラップだと、ここに重みがかかりますんで、重いと感じますし、こう、ブラブラしてしまうと。ブラブラしないストラップもあるんですけども、そういったデメリットがストラップにはあります。もともとですね、娘がまだちっちゃかった頃に、今4歳でまだちっちゃいはちっちゃいですけど、もっとちっちゃかった頃に、こう、歩いてるのを抱っこしようとすると、カメラがブラーンと言って、これが頭に激突しそうになったんですよね。で、激突したこともあります。そうなると、ストラップはちょっとまずいなと考えて、で、抱っこするときにも邪魔になるんで、じゃあどうしようかってなったときに、いろいろ探したときに出会ったのがこのキャプチャーでした。で、そうすると、ここの間に、今でもそうなんですけど、ちょっと大きくなりましたけども、ここに抱っこすることもできますし、で、ブラブラしなくて、頭にも当たらないと。で、自分もこの軽く感じるというので、愛用してます。で、これがですね、こういった望遠レンズ、これで言うと、本体が500、で、レンズが1キロで、だいたい1.5キロぐらいあるんですけども、1.5キロでも全然持てます。さすがに2キロぐらいだと重いなと感じたりはするんですけども、結局カメラの重さって持ってる時の重さだと思うんですよね。持ち歩いてる時の。で、いざこうやって外して構えてしまえば、そんなに感じないかなと思うんです。これはこれで重いですけども、この両手で構えればですね。で、こんな感じでさっと外して戻すことができます。ストラップだともっとさっと上げれるんでしょうけども、そこの、メリット、デメリットのバランスを取ると私はこれを愛用してます。で、どんな感じでくっついてるかっていうので、ちょっと別のカメラでお見せしてみようかと思います。拡大するとこんな感じではあるんですけども、こう取り外すと、こういう金具がついてます。これがキャプチャーと言われる商品です。で、ここにもうプレートがついていて、四角のプレートがついていて、こういうものでカチッとはめるような形です。これをここにカチッと入れると。で、カチッと入れて、このロックがありますんで、これをこうクイッと回すと、もう完全にこうロックされると。こっち側にも落ちないというような感じです。で、このキャプチャーの自体は、こういうネジでくっついてます。こういう頑丈なもので、ちょっと今、いつも強めに締めてますんで、取り外すのがあるんですけど、取り外してみようかと思う。で、これで、両方緩めると、これがカパッと外れて、こんな感じ。で、私はさらに、このクラッチという商品を一緒に使ってます。で、このクラッチがあると、こんな感じで、こうギュッと、を固定できるわけですよね。で、これをすべてのカメラにつけてます。で、こっちのカメラにもついてますし、ここにあるカメラにもつけていると。つけてはいます。で、これが5500円で、こっち側のクラッチにこのプレートがついてるんですね。だから、クラッチを使いたい方は、クラッチのセットでプレートも入ってるんで、このクリップオンリーというのを買えば、済むということです。で、このクラッチを使わないと、このクラッチがなくても別に使えなくはないと思うんです。で、これちょっと外してみようかと思うんですけど、こうやって外したと仮定すると、これをこうやって持って、このプレートだけをここにはめるんですよね。で、そういう使い方もできるかと思います。ただ、やっぱり、いざという時、パッと手を滑った時とかを考えると、やっぱりクラッチ、これがあった方が私はいいかなと思うんで、もうセットにしてます。で、カメラ1台増えるごとにこれが増えていくんですけど、そこはもうしょうがないかなと。で、これ、確かにですね、複数のカメラで外しはできるんですけど、結構めんどくさいんですよね。毎回それをやると手間ではあるんで、それをつけてます。で、この映像を撮ってるシグマ FP とカメラにもつけていて、そっちでも写真を撮りますんで、そっちにもつけてます。さすがにですね、動画撮るのがメインなんで、そっちは買わないで、これ付け外しようかなと思ってたんですけど、やっぱり手間がかかるんで、そこは、投資をしました。で、このプレートがですね、三脚にも付けられるんです。アルカスイスっていう、
企画のものだったらつきますんで、まあ、こういうものですね。こういうものに、ここの、今、これ動画を撮っていたカメラですけども、これが、カチャッと、このまんま、はまります。キャプチャー、このプレートをつけたまんまで、使うことができると。で、逆にですね、ここの三脚穴を使って入れるような三脚ですね。だと、これを一旦、この六角形レンチで外さないといけないです。まあ、そこだけちょっと注意点ではあります。で、これもそもそもその三脚穴でつなぐものなんですけども、ここのプレートだけを買ってるんです。こうアルカスイスっていう規格のプレートだけを買って、ここにはめて、キャプチャー付きでも使えるようにっていうのはしてます。で、この動画を撮ってるカメラもそういう感じです。そっちはまあ、もともとこういった台ではあるんで、そのまま付けられるんですけど、まあそういった便利な機能もあります。まあ、ですので、これ軽く感じるっていうので、まあ女性の方でもおすすめだなと思いますよね。で、これを、リュックにつけてもいいですし、このベルトのバックルにつけてもいいというようなものです。で、このリュックにつけておくと、じゃあバッグを入れ替えた時どうするかってなると、これも入れ替えなきゃいけないんで、まあ私はもともとバッグ一つしか使わないんで、まあそれで問題なかったりします。で、両肩につけておいて両方持ち歩くというような感じですね。うん、これはぜひおすすめなんで。で、デメリットとしては、そのリュックをつけ、リュックにつけてると他のバッグにするときにめんどくさいっていうのはあります。まあ、それぞれのリュックに1個ずつつけておくっていうのも手ですし、まあ、私みたいにこう2個つけるっていうのも手ですし、まあ、そういった使い方もできます。あとは、このネジですよね。このネジをちゃんと締めておかないと、こう落としてしまう可能性はあると。まあ、そこは気をつけなきゃいけなくて、一度落としたことはあります。緩んでいて。で、リュックをこう背負った時に、まさにこのカメラだったんですけど、これが落ちてしまって、まあ幸い無事だったんですけど、ちょっとここから落ちてしまったんで、ちょっとここは傷がついて、まあ、はいます。まあ、その後、使えてるんで問題ないかとは思うんですけども、で、これをカチッとした後にこのクイッと曲がす、このものがあるんですけども、これを忘れていると、ちょっと思わぬところで落ちそうになったことはあるんで、まあそういうのも気をつけなきゃいけないです。あとは、こう、カメラをこうやって下げていて、ちょっと自分の感覚よりここが出っ張るわけですよね。ここが出っ張るんで、なんかこうドアを通るときとか壁際を通るときに気をつけないと、ちょっと擦ってしまいます。ボンって。まあ、人に当たったりする可能性もあるんで、だからこの、特に左側ですよね。左側がちょっと死角になってて、まあ、これ人によるのかもしれませんけども、それをちょっと気をつけなきゃいけないところではあります。で、あとこの、レンチは持ち歩いていた方がいいかなと思うんです。これ、いざですね、緩んだ時に、これを、こう、締めるためのものですね。で、緩まないように、まあ、出かける前に、こう、締めておけばいいと言えばいいんですけども、まあ、なんか、ちょっとずつ緩んでしまう場合もあったりもするんで、まあ、何か、まあ、財布なり、ポケットはあれですけども、リュックなりに入れておいた方がいいかなと思います。だから私はこれのおかげで、こういう望遠レンズを持ち歩くことができてはいますんで、まあ、ぜひ、この、全然、ピグデザインからは何の関係もないんですけども、ぜひ使っていただくと。これ、私以外に使ってるの見たことないんですよね。見たことなくてですね、寂しい思いはしてはいますんで、よくそのカメラのセミナーとかに行っても、まあ、お見かけしたことはなくて、逆に、何ですかこれとか聞かれて、こうくっついてるとですね、不思議な、まあ見た目不思議だと思うんですが、まあこれで保育園とかも行ってるんで、まあなんか怪しげに思われてるかもしれませんけども、あとは余談でこの付けられないカメラもあってですね、特にこのライカ M10 だと付けられそうではあるんですけども、この後ろにつけてしまうと、これライカってここの蓋を外してバッテリーと SD カードを入れたり出したりするわけなんですけど。キャプチャーをつけてると、これができないんですよね。で、六角レンチで外してこれを出さなきゃいけないんで、まあ、結構手間がかかると。だから実質的にはこのライカ純正のこれを使って、このグリップを保ちつつ、まあ、こういった、これもライカ純正で幸いあってですね。こっちの方を私さっき買ったんですけど、これはいいやと。こういう、ホルスターっていうのがあって。で、これホルスターも、これもですね、私以外につけてるのを見たことがなくてですね、寂しい思いなんですけども、こうやって締めておくと。で、そうするとこんな感じでぶら下げられると。で、こう、撮るときはこうやってこう構えるということができます。で、こうやると、
三つ持ってるんです。三つ持てるんですけど、さすがにですね、あんま三つ持ち歩くことはないんですけど、ちょっと特別な時とかは、これで持ち歩いたりとかしてます。で、ポートレート撮影の時は、なんだかんだ、ライカと、単焦点と、あとは、この、70-200mm の F2.8 っていうのを持っていくんで、こういう、この体勢で行ったりはしてます。ポートレート撮影の時はですね。で、それ以外の時は、もう普段は、まあ、どちらか、どれか2個にしてます。これとこれか、これとこれですね。そういう組み合わせにはしてます。ちょっとこれだと、これはさすがにやりすぎ感があるんで、まあこれだけでもちょっと怪しい感じなんですけど、まあまあ別に見た目を気にしなくてもいいんですけども、そういうのをやってます。もちろん俺1個だけでもいいかなとか思うんですけど、2個あると2個持ち歩けるんで、カメラ2個も持ち歩くと結構便利なんですよね。レンズの入れ替えしなくていいし、例えば、これだと望遠の70-200の F2.8 と、で、こっちは 50mm、換算 50mm の F1.4 なんで、単焦点で、後ろぼかしたいときはこっちで、で、遠くのものを撮るときはこれとか、あとは広角レンズと組み合わせたりとか、まあそういったものがあるんで、非常に効率的ではあります。それをリュックを背負ったまんま、このカメラを変えることができるんで、便利ではあります。まあそういう使い方も含めて、ぜひこのピークデザインの、まあ、クラッチと、キャプチャーですね。ぜひ使ってみていただければなと思います。で、どのぐらいの重さまでこれ大丈夫なのかっていうのは、まあメーカーのページにも書いてないんですよね。だから、まあ、自己判断でってことになると思うんですけど、まあ最初はですね、怖かったですね。ここのレンズがポトンと落ちないかとか思ったりとかしたりするんですけど、まあそれはストラップでも一緒かなと思いますし、確かにまあストラップでこう手に巻いてたらちょっと安心感あるかもしれませんけども、ちょっとその辺の慣れは必要ですね。これにストラップもつけておくと、まあもう完璧なんでしょうけども、まあ今のところその落としたっていうのはちょっとこれが緩んでてっていう事件だけではありますんで、あとはここの、これをくるっと回さないでそのまましておいて、ちょっとかがんだ時に危ないっていう時はありましたけども、まあそれ以外は大丈夫ではあります。だから、まあ、どうでしょうね。これ2キロぐらいは、2キロ、最大で2キロぐらいではありますんで、私が持ってるものは、もっと大きい望遠レンズだとどうなのかっていうところは何とも言えないところですが、まあ望遠レンズでもこう持ち歩きやすいという、特徴はあります。まあ、これがなかったらこの望遠持ち歩いてないと思うんですよね。まあ、力はある方ですけども、やっぱ重いと大変ではあるんで、で、これをバックから出してとかってなると余計大変ではありますし、手で持っていくと、それはそれで大変ではあるんで、ぜひ使ってみていただくといいかなと思います。私が最大の重さで、これのパナソニック S1 が本体で1キロ。で、レンズで、これ用のレンズで一番重いものが、まあ 1.3 キロなんで 2.3 キロですね。2.3 キロでもこのキャプチャーとクラッチを使えば持ち歩けます。で、逆に言うと、これ、パナソニックの S1 って大きくて重いっていうデメリットがあって、で、手放してる方も多いんですよね。手放してる方も多くて、いいんだけども、買わないっていう方も多いんですけど、まあ、私が、これ、やっぱファインダーとかも綺麗で、やっぱ性能もいいし、なんかもう大きいのが持ちやすいっていうところもあるんで、まあ、買ったわけなんですけど、この、キャプチャーとクラッチがなかったら買ってなかったですよね。本体だけで1キロなんで、まあそんなとんでもないという。まあ、ということで。まあただ、まあそういうのを自分が持ち歩ける重さが大きくなるってことは、カメラとレンズの選択肢も増えるということですので、より楽しめるということになりますので、まあ、ぜひ試してみていただければなと思っております。まあキャプチャーが7000円で、まあ7600円か。7600円で、クラッチが5500円なんで、まあちょっと13000円ぐらいするわけなんですけど、それだけの価値はあるかと思いますんで、レンズを1個諦めてでも、これを1個、ワンセット揃えるといいかなと思っております。というわけで今日は、キャプチャーとクラッチというのをご紹介させていただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。